はい、やってきました。八千代橋ですね。八千代橋の近く、もう対岸に家族連れやってますね。今日試したかったのはこれ、 5g ぐらいのちっちゃいクランクベイト、これに今日は昔のスコーピオン EV っていうロッドの 1580SS っていうのがあったんで、スペックがライン、ウェイト4ポンドから10ポンド、ルアーウェイト4から12グラム、レングス 5.8 っていうことでね、結構柔らかいです。でこの5グラムのプラグ投げられたら、もうこれベイトフィネスって言われるタックルになりますよね。っていうことでね、試したかったと。でこれは試すだけです。だから本当はっていうか、フックもつけなくてもいいぐらいだけど、まあ一応ね、外すのもね手間だから、試しとはいえね、間違ってかかっちゃってもいいよっていう。今日ちょっと風がありますね。結構あるかな。もう一本の方は1652に、スコーピオン DC つけて、スピナベをつけといてよかった。で昔のリールはこのスルスルっと落ちるぐらい、これブレーキ今ゼロだったかな。まあ一旦投げてみますか。あ、危な、やっぱり 5g は軽いみたい。でもまあ 10m、 もうちょい飛ばなきゃダメだな。ロッドがこれでも硬いか。硬さで言ったらウルトラライトとかじゃないと軽いものはうまく飛ばせないですかね。いや寒い。まあ今日はこっちのタックルは脳進化のワームでもつけようかなというつもりで持ってきたんで、このプラグは本当に試しただけです。だけど今は風が吹いてるから、スピナーベイトをやりましょうということで、はい、ペイフォワードに2分の1オンスですね。でこっちはなんだっけ、名前忘れ、アングラーズチョイスか、もう売ってないのかな。断面が三角みたいなストレートワームつけてみました。このカラーコーディネートはまあこんな感じでいいんじゃないかなと思って。で、ブレーキは風がある日は強め 3から。そこにヘラ台っていうかね、ヘラ台なのかな、桟橋みたいな大規模なものがあるんだけど、この風であのピンポイントを狙っていけるのかっていう。いやーもうちょっとね、予想では風が弱くて日が出て水深の浅いところは水がちょっとあったかい感じで、ちょっとあったかい水がありそうだから様子見に行っちゃおうかなみたいなやつがいたらいいなみたいな。やっぱり足際はね怖いっすね。怖がってもしょうがないけど、水深がどれぐらいあるのかみたいやな。斜めの棒があの角度ってことは1メーターないぐらいかな。で本当はこの右手の上流っていうか印旛沼に向かってやっていきたい感じなんだけど、どうしようかな。こういうとことか、あのフィッシングショーの村田さんのキャスト、あれ真似しようと思ったんですけど、あの方簡単にやられますけど、
あれ普通の人できないですよね。なぜならあの人と同じ握力がないとできないと思いました。このフリップキャスト、ここにバットを当てるって言ってましたよね。で、これ2分の1オンス、あのデモンストレーションでやってたの 17g か 18g のシンカーって言ってたけど、これで 20m、30m 飛ばすわけでしょう。今の僕ので10メーター飛んだかなっていうぐらいですよ。あれ思いっきりやると3回ぐらいで僕はもう握力がなくなってきます。だけどまあその僕が飛ばせる範囲内で落としたいときは使っていこうと思いますけどね。ただ精度が出せるかどうか。そうするとこれ1652ですけど、もうワンランク短いロット、僕が持ってるのは15101、あれなら、あれ2分の1オンスのスピナベオーバーヘッドで投げてバックラッシュしてましたけど、多分ねオーバーヘッドでさえ投げなければ大丈夫な気がする。サイドキャストだったら投げられてた気もするからね。水路だ。ただここ多分もう水面だからこっから先はいけないか。バックラッシュした。ってことはここは巨大なカバーってことか。あ、ヘラの人がいたわ。フックむき出しのリグはここには入れたくないよな。でも浅いか、50センチ、30センチ。いないな。そこに人いるし、この先はヘラ台か。あ、あの緑の橋、去年行ったとこっすね。ずっと上流っていうか、新川の反対側に歩いてって、すごい水が綺麗なところに行きましたね。じゃあ神崎川方面に向かって歩いていきますか。さあやってきました。あの青いのが八千代橋ですね。でここ今ずっと護岸工事してるみたいで歩道を歩いてきました。あー、網が沈んでる。いやー、雲が出てきちゃって寒くなったな。また対岸に1名いらっしゃいますね。結構冬でも今みんなバスやるんですね。ヘラブナの人も今日はたくさんいますね。午前中天気良かったのかな。若干ねラインが左側に寄ってる気がするんだよな。あんまり気にしなさすぎたか。でも多分今日でこの今巻いてあるラインは交換ですね。前回終わった後交換してもよかったけど、あの 50XT 分解したりね、いろいろやってたんで。はい、では上流に向かっていきましょう。こういうところでこういうこうやってやるやつ、なんだよバイクってブンブンってやるんですかね。こっち岸はやったことないんですよね。前に来た時はあの対岸、あの今ヘラの人がいるあたりにからあのカラーコーンがあるあたりかなぐらいまでは行ったけど、あでも対岸結構車止まってるな。あれみんなヘラか。ここは来た覚えがある。護岸されてるとこはとりあえず水深があると思っていいっすよね。
あれこのスピードだとコロラド回ってないな。大丈夫？ちょっとウォーターランドに帰るか。もうちょい使うか。やっぱりバスが激しく餌を追わないってことはゆっくり引きたいですもんね。そのなるべく移動距離を抑えたいからみんなワームをやるわけですよね。まあでもそんなことなかったか。ラインがやっぱ上にあると動きはまた違うか。このチョコレート護岸っていうのだから根掛かりしないってわけじゃないから油断できないけど、水路出口と護岸の境目とか。おお、対岸もう一人すごい入れ替わり立ち替わり。ここは車が止めやすいんだろうな。対岸すげえ車止まってんな。まあ進化は全体的に言えることですけどね。まあ迷惑駐車はやめましょうっていうことで、いいお立ち台ですね。あれ杭があるな。ここもさっきみたいなとこだ。悪夢再び。あぶねえ、やったよかったさっき人がいたとこですね。お立ち台すごいよな。このヘラ、これヘラ台の残骸ですよね。足にロッドホルダーつけたいんだよな。できれば膝のあたりに。邪魔かな。左投げ右巻きで左で投げたらテンポよくいけんじゃないかと思ったけど、もうこう握り替えるのも、握り替えるより持ち替えた方が、投げて持ち替えた方が僕はいいな。楽？慣れかな。ナミさんワンフィンガーで投げてワンフィンガーのまま巻きますもんね。ツーフィンガーだったっけ。でそれやるとこの親指がこのクラッチを切るボタンに乗っかったまま。あ、カワセミ。おー、綺麗だな。ハンクラッチでハンドル回してギアをダメにするって村田さんが言ってたけど、そこに気をつければそれがいいような気もしますよね。これは確かに楽かもしれない。スリーフィンガーで持っちゃうともうこのボタンがリリースできないですもんね。クラッシュしてるぞ。一旦風下に投げて。そうだ、内部ダイヤルをナイロンに戻したの忘れてたな。前はフロロにしてたのかな。でも片手じゃ投げにくいかもな。やっぱり利き手じゃないから。あ、これがマシンガンキャストと言われるゆえんですね。これは確かに早い。これはでもいろんな技は使えた方がいいですもんね。適材適所ですね。それでいい時はそれをすればいいんだから。あくまでも基本は基本。ブレーキかかってんな。2つオンになってたかな。
これ DC でもないのにバックラッシュしないっていうのはおかしい。ブレーキが全オフなのにこのかかり方してるとしたら、もういろいろ交換しなきゃならない気がする。全オフだな。このね、内面ピッカピカに光ってますけどね、この内面をコンパウンドで磨いたわけですよ。もうこの一体型だから、こっから棒を突っ込んでやるしかないですからね。でもまあもう古いものだし使えるようにしておきたいけどっていう感じですね。これで何投げてたんだろうな。このワームもノーシンカーで投げてた気がするけどな、昔。それこそ10メーターぐらいでやってたのかな。今ちょっとライン浮きましたけどね、飛距離15メーター、20メーターぐらいいったかな。15メーターぐらいかな。うわ、ボートが来た。真ん中でやってんのかな。あれですね、全然冬バスみんなやりますね、皆さん。去年誰もいなかったような気がするんだけどな。ちょっとこのワームは中古なんで、次投げるときは交換しよう。とりあえず今はつけっぱなしにするけど。うわあ、危ない。このこれですよね、このこれ僕やっちゃいますよね。スリーフィンガーでも持ってても親指離すのを忘れるっていう。さあこうやってね、杭がずっと今来たところもあっちの方にもずっと岸際あるんですよね。これやっぱり土砂止めの杭なんですかね。板みたいのがはめられてて、だからあの杭の向こう側に投げないと水深が浅いと、そういう感じですかね。もしくはその杭を狙うと。杭直撃は危ないと。いや浅いんだよな、あの杭一本一本打っていくのはただの修行でしょ。お邪魔します。ところでもしヒットしてしまったらランディングネットが必要なんではないかと思ったりもしますが、いらっしゃるかな。ね、ここいいんじゃないですか。川床みたいになってる。しかも結構深いかな。あの橋を渡ろう。船が沈んでるのが見えたんで降りてきてみました。どうすかね。けどな、障害物があるといいっすね。
期待しちゃいますね。さあ、あの橋を渡ろうといった橋桁、ちょっと手前のね足が邪魔だよな。こういう時はちょっと長めの竿が欲しくなる。しかもねスピナベまあでもスピナベ2番の方が飛ばしやすいか。あれ、私フリップキャストできるようになってるんじゃないの。あと1メーター向こうに投げたいけどな。飛距離を出すにはもっと竿を曲げないとダメなんだよな。嘘、どういう引っかかり方したの。あそこに針金みたいのが出てる。緩めると落ちるから橋の上行けるか。行けば取れるよな。でナイス。フリップキャストで飛ばす、1651っていうのが出たらしいんですよね。あれワールドシャーダーだったっけ、スコーピオンであったかな。やっぱちょっと長い方が短いより曲げやすいですもんね。15101でちょっとフリップキャスト練習してみようかな。この辺もね良さそうだけど降りられないもんな。降りられる。あれ前こっちまで来なかったっけ。来た気がするけどな。来てないか。結構やってない区間がありましたね。自転車で移動しながらなんだな。やりたいポイントの距離が空いてたら自転車がいい感じがする。あそこになんか沈んでるな。船か。岸際はいろいろ沈んでるっぽいな。お腹空いたな。今日は確か到着したのが12時ぐらいだった気がするな。今2時。コーヒーは持ってる。おやつはない。あ、ロインが最後の1段まで出ちゃった。そんなに、あれで僕の目視がおかしいのか、30メーターぐらいしか飛んでない気がするけどな。いや、やっぱ千葉あったかいよな。僕これの下 T シャツですからね。でマスクしてると汗かく。ラインこのぐらい、縁から3ミリあのサイドのスプールの穴がちょっと見えるぐらい。これで50メーターってことある。ちょっと休憩しましょうかね。このワームを付け替えるついでに、ちょうどねゴミ袋をポケットに入れようとした時に見つけてしまった。久々に拾ったかもしれない釣りのゴミ。あれはちょっと勘弁してもらいたいな。あれ、あの人まだあそこにいたか。そういえばまだ去年一昨年からこの印旛沼周辺釣りに来て、一回もバスをキャッチしてる人を見たことがないな。
ヘラブナ1回だな。いい時期っていうのはあるんだろうか。そもそも難しいのか。泳いでないと思った。枝がついてた。さあ神崎川目指していきましょう。お邪魔します。誰もいない。なんかいるの。あ、カワセミ。ここでバシャバシャ言ってたよね。なんかいっぱいあるから全部行ってみようかな。カワセミのダイブの音だった、もしかして。いやー近くにいるな。まあいいや。いそうだけどな、いないかな。1メーターぐらいか。いないかな。さあ橋の下、あそこが分かれ道ですね。右が新川、左が神崎川。ここの橋渡ってもよかったのか。さっきね、対岸、真ん中よりも対岸寄りの方だけど、一匹跳ねたんですよね。何だったのかな。何かがいるっていうことで。なんかこの新川にいるカワセミは体が大きい気がするんだよな。餌が豊富なのかな。移動。さあさらに神崎川に近づいてきまして、護岸されてるところ、あそこにヘラの方がいるので、そこの10メーターぐらいまでかな。鳥が水面に降りる音とね、魚が跳ねる音がね、同じなんだよな。ここが川の分岐点で、ここはもう神崎川っていうことですよね。岸の形は変わったかな。この橋は多分3回目。あ、でも風はちょっとあるか。この向こう側は立てるとこがないんだよな。岸が崩れちゃって、やっぱ崩れてるよな。前はそこら辺まで、その手前の杭のあたりまで岸があったような気がするもんな。なんかうずらみたいのがいた。これカワセミの声でしょ。あ、いた。10メーターぐらい。さすがに、おー、いた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 。おっきいよな、やっぱ。スピナベでいいのかな。ジャックハンマーな気がしてきたな。いいか。あの橋桁の左側投げたいけどな、投げられないよなね。投げらんなかったでしょう。おー、わー、ダイブするあいつ。でもダイブしたら小魚がいるってことよ。
難しい。あ、ハトがいた。卵でもあんのか、なんか怒ってる気がするな。ハトが嫌みたいだから移動しようかな。邪魔したな、ね、こういうところ護岸されてる。こっちの方が水が綺麗だな。ここはもうすぐここは浅いのかな。1メーターないぐらいか。この川もしかして全体的に浅いのかな。そんな気がしてきたな。船が走る川じゃないもんね。走るのかな。船が止まってるのは見たことないし、通過するのも見たことない。あんな上に飛ばなくていいよね。飛ばさなくていいよね。あー、お腹すいた。ところがありました。誰かが土木工事したみたいな陸になってますね。埋め立て地。寒い。はい、こういうところ、ところどころにあるんですよね、埋め立て地が。あの手賀沼の何川だっけ、あそこもそうでしたよね。結構しっかり基礎が入ってそうな気がするな。違うか、パイプか。でもここ穴が開いてんだよな、こっちも。結構本格的な工事がされてる気がするね。ここをぐーっと川の流れが右にカーブして、あの車が走ってるところがあの橋ですね。あそこまで行ったら終わりかな。対岸は降りられそうなところがねほとんどないから、スピナーベイトをしゃくって使うっていうのはあるのかな。根がかりしにくいしね、これいいっすよね。でも巻いてブレードがキラキラしながら移動してた方がいいのか。うわ、気がつけば足にいっぱいあいつらがついてる。橋まで行かなくてもいい気がしてきたな。どんぐらい ?3 時間ぐらいやった？甘いかな。でもこっち岸、水辺がこの対岸みたいになってんだよね、この先。多分橋のところまで行かないと水辺に降りらんないと思うから、戻ろうかな。ちょっと先見て。行けそうなら行こう。行かなくていいでしょう。あの白い車が止まってるところが、前回の動画でも対岸に1台車が止まってますねって言った場所だから、引き返しますか。いやー、でもいっぱい投げられた気がすんなって言っても、大して投げてないんだろうな。あのバス釣りをしっかりやってる人から比べれば。このロッドにキャストカウンターみたいのがつけられたらいいのにね。アップルウォッチでないかな、ルアーキャストカウンター機能、万歩計的な。まあそれがあったからって買わないけど。はい、見逃しポイント。福
深さだけねちょっとチェックしていきますか。結構深いのかな、あ結構深そう、ここいいんじゃないかな。さて行きはねあっちから対岸行きましたけど、帰りはこの橋をこっち側に渡ってあっちに戻るということで、道にやらなかったこの場所降りてきてみました。どうでしょうか、いろいろ沈んでそうな、これは気のせいじゃない間違いなく。いやあんまり攻めない方が良さそうな気がすんな、嫌な引っかかり方したよ。いける、意外といける。なんか電線にいろいろ引っかかってんな。スピナーベ？スピナーベ？どっから投げたんだろうな。嵐で台風で流されたのか。頼む。あそこなんだ、草が溜まってんのか。入っていけないんだな、この重さじゃ。角度がなくて。しかしラインが簡単に切れすぎる気がするな。やっぱり限界か。さあ落ち込んでいてもルアーを戻らない。家に帰るために頑張りましょう。今度はウォーターランドの2分の1オンス。なんか暗いと思ったらまた偏光レンズつけてたんだな。今4時半。ここは流れ込み？水の音がする。こっちはもうあれか、廃墟か。ジャンプして飛び乗る勇気はないな、さすがに。竹の根っこが張ってて怖いんだよ。さあトンネルをくぐるとそこはサイクリングロード。今日は帰り上州へ寄っちゃおうかな。スピナーベイト、黒金みたいなのが欲しいな。なければまたアマゾンでペイフォワード買うか。あと使ったことないのなんだろう、 D ゾーンとジャッカルのスピナーベイト、デラスピンしか使ったことないかもしかして。でもまあその偉いほど店に在庫してるかわかんないけどね。さっき人がいたのこの辺りかな。この辺行ってみますか。あの人もまっすぐ歩いていっちゃったな。さっきあのパイプが突き出てるところでやってる人がいたんだよな。浅い、濁ってるだけで30センチぐらいだな。さてあの橋の、一応あの橋を渡ったからどうしようかな。はい、もう真っ暗です。途中で GoPro の電池が切れて、
まあ行きにやった対岸を歩いて戻ってきましたけど、まあ護岸されてるかどうかの違いぐらいで、まあ魚の気配はないっすよね。で、トイレに道の駅に寄ったら、なんか美味しそうなコーヒーを入れてくれそうなお店が出てたんで、ひらコーヒー、ひらがなでひら感じでコーヒー、まあ、これちょっと帰って調べてみますけど、いつも出てんのかちょっと分かんないですけど、グアテマラの豆です。なんか豆が8種類ぐらい並べて置いてあって、その場で引いて引き立てを入れてくれるっていう、美味しいしか言えないけど、ブラジルは売り切れてましたね。でもなんとなく過去に飲んだことがあって好きな感じだったのがグアテマラだったので、グアテマラをお願いしました。これ一杯300円だから高くないと思うんですよね。まあお腹は空いてたけど、それはもういいとして、まあスピナーベイト1個ローストしたのも忘れるぐらいいい手つきで美味しいコーヒーを入れていただきました。はい、それでは今日はこんなところでおしまいです。それでは。